どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、皆さんですね、タウンホール7の方、タウンホール7最強配置と調べるとですね、透過型っていうのが出てくると思うんですけれども、私がですね以前に透過型を紹介した、まあ私は世の中にね発信した、あれですね、リンクちょっと概要欄に貼っておきますので、まあそちらも見ていただきたいんですけれども、こちら今のご時世ですね、やはり、まあジャイヒーもそうですし、私が以前に動画出した時と変わってしまったんですよ。ヒーラーが、対空爆弾のね効果を受けなくなったりだとか、エアスイーパーが導入されたことによって相当変わってきてるんですね。なので今回は透過型回をね皆さんに紹介していきたいと思います。私が今回ですね対空砲の位置などをいじりました。以前はですね対空砲がこの位置とかこの位置とかにあったんですけれども、ちょっと中の方にしました。でですね、タウンホール7ね、これ皆さん見てお、ドラナで余裕でしょみたいな思った方いらっしゃると思うんですけれども、タウンホール7の世界でドラゴンラッシュっていうのはねもう強すぎるんですよ。もう目つぶってても全開できてしまうっていうのが事実なわけですね。まあそのしっかりとサイドカットちゃんとかをちゃんとすればですよ。なので、タウンホール7で対策すべき点っていうのは、ドララを対策することっていうのはほぼほぼ無意味なんですよ。全開が取られてしまう可能性というかというのが高いので、ですのでジャイヒーであったり、ジャイアチャ、ジャイウィズを徹底的に潰す配置っていうのがタウンホール7で重要となってくると思います。ですのでこの配置もうねポイントといたしましては、こちら透過型ですね、やったことある方はいらっしゃると思う、わかると思うんですけど、ジャイアントが回るんですよ。ジャイヒーの場合対空砲を破壊したいですよね。それなのでここから辺からですねジャイアント流し込んでもジャイアントが回るんです。じゃあここウォールブレイカーで破壊した方がいいんじゃねと思うかもしれないですけども、ここウォールブレイカー出しますよね。そしたらここ破壊します、はい、破壊します、ここ破壊します、次ここ破壊しますっていう感じで、ウォールブレイカーが届きづらいという点も、強さの一つであります。ジャイアントがここを回るんですね。ですのでバネトラップ、そしてウィズ島の範囲攻撃によってジャイアントを抹殺する配置となっております。まあエアスイーパーの位置はですね、あと隠しテスラが1個ないので、まあ、ここら辺に置いてください、ここら辺に置いてください。まあエアスイーパーの向きに関しては実際どこでもいいんですが、こういう向きにしてるとなんかドラゴンね、ちゃんとフィールド全体にこのエアスイーパーの向きがかぶるようにしたいので、こういう向きにした方がいいかもしれません。まあ、ということで今回はタウンホール7の透過型回、こちらの配置はドラゴンラッシュはもう無視して、もう徹底的にジャイアントを使ったジャイヒー、ジャイウィズを潰そうという配置でございます。まあ、ということでぜひとも皆さんこの配置やってみてですね、まあ、タウンホール、まあ、7で防衛王にねなっていただければ嬉しいかなと思います。ということで今回はタウンホール7の透過型はい、以上、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録して。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。